はい、おはようございます。お疲れでございます。本日の動画はですね、静岡市にございますまぜの極みさん、こちらにお邪魔しております。というのもこちらのお店、僕もお世話になっているハイパーファットンさんの新店でして、今回いただくのは今出している限定メニューとこれから出す予定の限定メニュー、今年の夏限定でいたもう終わってしまってるんですけれども、気になっていたメニューの計5品いただくことになっております。それではメニューが来るまで待機したいと思います。はい、ということでただいま1杯目到着いたしました。こちらが1杯目のマカヒア貝でございます。こちらのメニューはね、夏限定で出てたんですけど、今回の撮影でね、店員さんの方にお話ししたところご用意いただきましたんで、紹介と合わせて食べたいと思います。それではいただきます。スープ、あ、うまっ、めっちゃうまい。早速麺をね、うん、うん、あ、これうまっ、めっちゃうまいんだけど、うん、味はね結構あっさりめではあるんですけど、かなり塩分が強くて、かつこの油なのか豚の旨味もね結構入ってる気がするんですよね。だから材料とか出汁の味もしっかりするし、全くね物足りなさを感じない汁割り系のね冷やしラーメンでございます。超うまい。今日はもう10月突入してて、結構ね寒い日も多いんですけど、たまたまねなんかめちゃめちゃ暑いんですよ今日。この冷やしめっちゃ合う。うまっ。ちょっとこれ梅干しもかじっちゃおう。めちゃ合う。うまっ。今一番驚いてるのはこのメニュー冷やし系なんですけど、もちろんねそれに伴ってチャーシューも、まあ、ぬるくというかちょっとね冷たくなってるんだけど、ポテンシャルありすぎて柔らかいのよ。うめえ。はい、ということでただいま2杯目到着いたしました。2杯目はこちらのラブリー汁なしでございます。ちょっとネーミングじゃ想像できないんで、早速いただいてみましょうか。うん、あ、うまっ。結構ねガッツリと醤油のキレは効いてるんですけど、背脂がねかなり多分多めに入ってるので、甘みとかまろやかさもしっかりありますね。これうまい。うん、ちょっと一回全部混ぜてみます。全部混ぜ込むと、上に乗ってたブラックペッパーとか中にね生姜が結構効いてるっぽいんですけど、脂っぽさだけじゃなくて爽やかさとかも結構入ってて、バランスがいいね。うまい。はい、ということでただいま3杯目到着いたしました。こちらがね牛脂そばでございます。めっちゃうまそうな匂いがする。ちょっとこれでもう全部具材がかかってるんで、混ぜないといけないんで、もう最初から混ぜちゃいます。
これうめえな。ラーと違って牛の脂独特の甘みとかもあるので、これはこれでまためちゃめちゃうまい。味変にいただいたんですけど、カレーの油でございます。うわこれ絶対食った方がいい。ニンニクちゃんも入れたいと思います。ということで、こちら追い飯しちゃいました。このメニューはね、確実に追い飯は必須だと思います。そうだと思えば、はい、うまい。3杯目も完食でございます。はい、ということでただいま4杯目到着いたしました。4杯目がこちらのお好み焼きでございます。SNS 見ててね、見た目はしてたんですけど、想像以上にお好み焼き。お店のおすすめのトッピングであります紅生姜プラスマヨネーズをかけていただいております。苦手な方はこのトッピング抜けますんで、お好みでねご注文ください。今日は卵割っちゃおうか、最初からね。ソース味だけじゃなくて、なんかいろいろ入ってると思うんですよ。ラーメンらしい部分あるんですけど、未経験すぎて全然わかんない。何が入ってるのかはわかんない。でもね、めちゃめちゃうまいですよこれ。これ完全に初めまして。うまい。はい、ということで最後到着いたしました。こちらがカレー混ぜつけでございます。麺の方はすでにね、混ぜそばのような形で味がついているものなんですけども、つけ汁の方これ特徴的で、塩分がこちらのつけ汁の方にほとんど入っていなくて、混ぜそばの方をつけるたびに香りとかね、旨味が合体して一つのねつけ麺となるという不思議なメニューだったので、すごく楽しみにしておりました。よいしょ。醤油系の返しに黒胡椒が効いていて、かつフライドオニオンとかこの鰹節、香りもしっかり効いてて、このまんまでもね十分うまい混ぜそばでございます。あ、うん、ではちょっとこちらの気になってたね、このカレーのつけ汁でございます。こんな感じでございます。うわー、うまそうかなこれ。最初このカレーの漬け汁ね、スパイスががっつり効いた本格的なカレー系の香りがしたんですけど、醤油が混ざることで蕎麦屋さんのカレーうどんっていうかな、和風のこういう懐かしい香りが出てくるね。
じゃあ。